ソニータブレットはソニーがかつて製造していた Android を搭載したタブレット端末のシリーズ名である。キャッチコピーはみんなのタブレット。その後2012年8月に後継機種の Xperia t タブレット S が発表され、同モデルよりソニー本体が出すタブレット端末はスマートフォンと共通のブランドを冠した Xperia t タブレットに変更された。個別の機種の特徴は ソニータブレット S およびソニータブレット P を参照のこと2011年4月26日に初公開後にソニータブレット S になる S1 とソニータブレット P になる S2 が公開された同年秋頃を販売予定とし端末仕様については OS に Android 3.0を採用 CPU にテグラ2を提供の旨が発表されたまた 他のソニー商品との連携も発表され、記者会見には、アンドロイド社を創業し、Google の副社長を務めるアンディ・ルービンが出席した。2011年9月1日、メディアコンテンツの機能を重視したソニータブレット S と、モバイル性とコミュニケーション性を重視したソニータブレット P のタブレット端末に機種を発表し、タブレット事業に本格参入した。日本市場では、 ソニータブレット S が9月17日に販売開始されたのを皮切りに順次全世界で発売された初期搭載 OS に Android 3.1及び Android 3.2ソニータブレット P を採用両機種とも CPU にはデュアルコアのテグラ2を採用ソニータブレットは販売時の説明会でそれ以外のタブレットとの差別化ポイントとしてデザイン 操作感、操作性、他のソニーデバイスとの連携、複数のエンターテインメントサービスを挙げた。デザインは、これまでのタブレットとは異なる形状を採用し、ソニータブレット S では、側面が、くさび型で、横持ち時に上から下に向かって、細くなる、変調新デザインを採用。ソニータブレット P では、横持ち時に、上下に画面で折りたたみできるデザインを採用した。操作感、 操作性は動作が軽快になるサクサクエクスペリエンス技術を採用。ソニーの各種サービス AV 機器との連携も行われた。他のソニーデバイスとの連携はソニータブレット内の動画をブラビアとディールネで接続して再生する機能やリモコン機能の搭載。複数のエンターテインメントサービスはビデオアンリミテッドパーソナルスペースプレイステーションサーティファイドリーダー。 ストアの連携が発表された。Wi-Fi やワン機能を搭載しており、ウェブブラウジングやメール、インターネットブラウザー上で、ビデオ、プレイステーションスイートのゲーム、電子書籍など様々な機能がある。ソニータブレットの開発発表及び発売発表時点では、先行商品の iPad 対抗の本命商品と報じる会社も存在した。2012年3月22日に Android 4.0。 3へのアップデートを発表。同年5月24日より、Android 4.03へのアップデートを提供開始し、独自機能拡張として2つのアプリを同時に利用できるスモールアプリの対応と、ソニー製ブルーレイレコーダーの運用ができるリ c o p l アプリに対応した。大きな特徴は、主要他社の場合と同様に製造メーカー主導となっていたことである。このため、 日本でこの商品を扱う NTT ドコモでも自社のタブレットシリーズドコモタブレットとは別個のラインナップとして位置付けられていた。販売時にはドコモのシムロックがかけられている。シムロックについては所定の手続きを経て解除できる。2012年8月29日ドイツのベルリンで開催されている e f o 2 0 1 2にて9.24型アンドロイドタブレット エクスペリアタブレット S が発表された。米国では2012年9月7日に発売される予定でソニーのスマートフォンと同じエクスペリアブランドに統合されることとなりソニータブレットとしての商品展開を終了した。1年間の販売実績はかんばしいものではなかった。理由として採用した CPU の手ぐら2の動画再生時の性能不足デザイン上の都合による厚み ソニー商品との連携の悪さなどが挙げられている。ソニータブレットシリーズ終了までに日本国内では2シリーズ5機種が販売された。スモールアプリは Android 4.03対応以降に追加された機能。アプリケーションを起動中でもスモールアプリであればマルチタスクで利用できる。計算機、Web ブ,ブラウザはソニータブレット S、ソニータブレット P に共通で搭載。 リモコンは、赤外線ポートを搭載する、ソニータブレット S のみで提供される。ABCD、ソニーらしい4つの特徴で、みんなのタブレットに、ソニータブレット製品発表会アイテムディア2011年9月1日、E42012、ソニー、NFC 対応エクスペリアや 4K ブラビアを披露、無線乱搭載の NEX、新 HMD。 ドを世界に、AV ウォッチ2012年8月30日 AV、ウォッチハット a b ソニー、アンドロイドタブリット、2製品を発表から携帯ウォッチ2011年4月26日、AV 様々なネットワークサービスを快適に楽しめる、独自デザイン採用のアンドロイド3.0、搭載タブレット端末、ソニータブレットを発表から新調を続ける。 PC 市場に向けてはバイオ強化ソニーに2011年4月26日 ABC ソニー Android タブレット2シリーズ4製品を発表から携帯ウォッチ2011年9月1日 AB 持ちやすさや携帯のしやすさを追求した独自のデザインを採用サクサクとした快適な操作感でネットワークサービスやアプリケーションを楽しめる Android 搭載タブレット端末 ソニータブレット2機種発売ソニー2011年9月1日ソニーがソニータブレットの詳細を発表9月17日より順次発売アイテムディア2011年9月1日 iPad に勝てるか使い勝手が秀逸ソニータブレット S の実力にートレンデ2011年8月31日ソニーソニータブレット P から折りたためボディトニが免疫症を 採用したアンドロイドタブレット PC ウォッチ2011年9月9日ソニーがソニータブレットの詳細を発表ありがとうございます。